あのー、私が東京に出てきてからできた友達でエリっていう子がいるんですね、はい、でそのエリって今は結婚して落ち着いたんですけどその当時パリピだったんですよ <laughs> <laughs> なので、まあ、六本木とかよく遊びに行っていたんですけど、うん、まあその夜も六本木遊びに行ってである男性と知り合ったそうなんですね、うん、でその人にあの「今から僕の家来ない」って言われたらしくてでそのままついてったんですって、うん でそしたら自分と同い年ぐらいの女の子が、まあ、何人かいて宅飲みしようっっていうことだったんですね、うん、で夜通し、まあ、その部屋で飲んでたら愛梨ちゃんっていう女の子と仲良くなってでその子とまあ連絡先交換して今度一緒に遊ぼうねっていうふうに約束をしたそうなんですよ。でそこから愛梨ちゃんと2人で、まあ、遊んだ何度目かの日なんですけども。うん あのタピオカじゃないんですけどちょっとそのインスタ映えするような飲み物がある店に2人で行ったんですってはい、はい、で商品注文して手元に届いてでまあいっぱいねあの写真撮るわけですよ、うん、SNS にあげようと思ってでパシャッ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 って何枚も写真撮ってああじゃあ飲もっかって行った瞬間に愛梨ちゃんがそのドリンクをこう片手に持ってトトトってどっか行ったんですよ。うんで え、なんかどこ行くんだろうなと思ったらそのドリンクをそのままゴミ箱にパッって捨てたんですって、はい、まだ一口も飲んでない、えー、でこう帰ってきた愛梨ちゃんに「え何してんの?」って聞いたんですよそしたら愛梨ちゃんが「えだって今お腹いっぱいだしもう写真撮ったからよくない」ってまるで普通な顔で言うんですよねでこれってまああの 社会問題になったというか今もなってるかもしれないんですけども SNS に上げるためだけに写真とか動画を撮ってその後その食べ物を粗末にするっていうそれを今目の当たりにしちゃったんですよね、うん、エリは。でえーと思ったんですけどもそれまでそのエリの友達に冗談でもそういうことする子いなかったからいやーどうしようかなと思ったんですけどもまだそこまで仲いいわけじゃないから何も言えなかったんですって。うん で、もうその後解散して。家に帰ってから愛梨ちゃんの SNS 見たらしいんですよ。ね、そしたら、今日飲んだあの例のドリンクがすごい綺麗な感じで投稿されてるんですよね。ねあの美味しかったハートっていう投稿文も書いてあるんですよ。うわなんか、なんかなと思いながら、こう他の投稿も見てたら、 アイリーちゃんが載せてる写真っていうのが、まあ綺麗な景色だったりとか、美味しそうな食べ物とか、うこう完璧な写真ばっかりなんですね。うん、なんかこうキラキラした日常っていうような。うん、で、そんな中でも特に目立っていたのが、もうイケメンの彼氏とこう写ってツーショット写真なんですよ。なんか彼氏とバーベキューしたとか、海に行ったとか、そういうのがポン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 って何個もあって、わあなんかいいなっていう思ったんですよね。でもその頃から、 のちょっと仕事忙しくなっちゃって愛梨ちゃんとなかなか予定が合わなくなったんですってでちょっとまあ疎遠になってしまったでもその間も SNS はずっと見てたんですって、うん、で見てたんですけどもあれ最近なんか愛梨ちゃん投稿少ないなーって思ったんですっていうかあの彼氏との写真が1枚マップされてない、うん、もしかして別れちゃったのかなって と思って、ええ、まあちょっと心配になって電話かけたのが最後に会ってからまあ3か月ぐらいたった日だったんですね。でいろいろ話しながら「もしかしてさ別れちゃった?」って聞いたら「あうん死んだよ」って言ったんです愛梨ちゃんが「でえそうなのなんで?」言ったら、まあ、事故だって言うんですねただ信じられないのが愛ちゃん続けて「いやでもさあいつ最近ねなんか太っちゃってさ 仕事も変わったんだよ。前の方が全然いけてたの。なんで変えちゃったんだろうって、その、彼が亡くなったことなんかよりも、その彼が自分の理想の人ではなくなってしまったということの愚痴を言い始めたっていうんです。うん、まるで死んでくれてよかったともこう、取れるような言い方なんですよね。それ聞きながら、なんか、ええー、 なんてこと言うんだろうなと思うんですけど、はい、まあ彼を亡くした子ですからね、まあ、落ち込んでることには変わりないだろうと思ったのでじゃあ今は無理かもしれないけどまた今度一緒にみんなで遊ぼうって言ってその日はまあ電話を終えたそうなんです。はい、でそこからまた月日が経ちましてハロウィンの時期になったんです。うんうんうん で、エリーは、もともと、ま、友達みんなと仮装して、また、あの、六本木に行くっていう予定があったんで、あ、そうだ、愛理ちゃんも誘おうって思って、あの、愛理ちゃんもさ、仮装して、あの、みんなで楽しもうよって言ったんですね。うんうん、で、当日になって、まあ、みんな、ナースとか、ポリスとか、そういう可愛い仮装をして、待ち合わせ場所にいるんですよ。で、しばらくしたら、遠くの方から愛理ちゃんがこっちにやってくるのが見えたんです。 愛理ちゃんだと思ったんですけど、その格好見て、え上下灰色のジャージ着てるんですよ。うん。ってか、なんかスウェットみたいなのに着てて、えと思ったんですね。だって、体のサイズにも全然合ってない、ダボッダボのものなんですよ。ってううんって思ってるうちに、なんか数ヶ月前と変わらない笑顔で、あー、お待たせーってこっち来るから、えあの、え仮装って言ったら、<laughs> え、してるじゃんって言うんですよ。え、いや、それって部屋着だよねって言ったら、うんうん、これ死んだからしの仮装だよって愛理ちゃんが言った。で、はあんた何してんのって言ったら、いや、だって、取り残されたかわいそうな彼女じゃん、私。今日もいっぱい写真撮るんだよねそれ聞いた瞬間に、あ、この子ちょっとなんか、あ、おかしいって。 のかなって思って、うん、ちょっとなんか変になっちゃったのかなと思ってちょっとあそうなんだって,って距離を置くようにしたんですね。でエリは思い出したんですよあの飲まずに捨てたドリンクの写真。はいはい、あ多分このスウェットももう用が済んだら捨ててしまうんだろうなって、うん、彼氏の遺品でしょうけどねそれって。 用が済んんだだら捨ててしまうんだろうなななんならあの彼氏ももう写真映えしなくなったから愛梨ちゃんとしては本気でいなくなってよかったって思ってるんじゃないかなって思ったんですってでそう思ったらはんかゾワッと怖くなっちゃって、うん、で後日またその愛梨ちゃんの SNS を見に行ったらあの彼女自身が写ってる写真っていうのがまあ 何枚か上がってたんですけど、えー、それも彼氏がいなくなって「本当に寂しい」って言ってずっとこう泣いている自分の顔をこうやってどっかから自撮りしている<ー>そういう写真だったりするんですよ。はい、もう人の目をこう引きたいよ、はい、ああもうちょっとこれ付き合っていけないなと思ったので、まあ、エリはちょっともう縁を切ることにしたんですって。 で、この出来事があって、はい、その、この話を私に話そうと思って、半年ぶりぐらいに、また愛梨ちゃんの SNS を見に行ってくれたんですよ、はいはい、エリーが。そしたら、そこに映ってた愛梨ちゃんっていうのが、げっそり痩せてたんです、うん、で、ある、まあ、投稿なんですけどね、彼氏のものを捨てるたびに体調おかしくなる、完全に呪われてるって書いてあった。 えーとかと思って見てたら一番最新の投稿がもう本当に目に光もないもう正規のないまたこういう自撮り写真が上がってて「私映えなくなったなもう用済みかも」って書いてあるんですよえ。えどういうことって思うんですけどその投稿が最後なんですよね。それっきりもう一切投稿されなくなってしまった。でこれ聞いた時に あの何の因果があるのかっていうのは分かんないんですけれどもその彼氏の呪いなのかなのか何なのかって正直分からないじゃないですかだけどもし愛理ちゃんに何か取り付いてたんだとしたらそれって本当に異常までの自己承認欲求だったんじゃないかなっていうそんな話でしたいやーなんかこの人の闇というか。うん 人こわというふうにくくってしまっていいのかどうかっていうようなでもこう、はい、今のこう社会問題にもなってるようなねそういったちょっとこうゾッとすする話ですよね,ねあの私この話をするにあたって、はい、ちょっとあの友達から聞いた話も思い出したんですよ。はい、でそれっていうのがあのがあ ある、まあ、観楽街にあるホテルで、若い女性が、まあ、ちょっと自ら命を絶つっていうことが、うん、ま、流行ってたっていうか、こう、立て続けにあった、まあ、時期があるって聞いたんですよね。うんうん、で、まあ、その理由って、まあ、お金がないからとか、彼氏に振られたからとか、まあ、何が理由かわからないですけどね。まあ、そういうことがあったんですただ、共通してるのが、その場所を選んでいるっていうことなんですよ。<ー>最後の場所ではいはいはい。 でそ,れそこの場所っていうのはまあきな花なんですかねなんか装飾とかがされてるんですってきらびやかにうん、うん、じゃあなんでそこを選んだのかっていうとインスタ映えするからっていう話を聞いたことがあってあもう完全にそれに取りつかれてるなと思ってもう最後の瞬間まで映えたいんだっていう ちょっと本当、世にも奇妙な物語で、なんか話が出てきても違和感がないような、そういったお話だなと思いましたけど、本当に、この見栄え、ばかりを気にしてっていう方、さっきのそのインスタ映えなんかでも、部屋とかですごくこう可愛く綺麗に撮るんだけど、そのカメラが向いてないここはもうすごい汚れてるとかね本当ともそんでのよね。 映るその瞬間、そこだけすごく綺麗に、みたいな。ちょっと、こだから、その病的になってしまってる方、いらっしゃいますよね。 そうですねなんか誰もがその可能性を秘めててるっていうかうまあだから自己承認欲求って言葉もありますけどやっぱりそこで自分が発信したものに対してみんなが「いいね」を押してくれるとか登録者が増えてくるってことでうん、うん、それでどん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 その数が自分のこう、ねえー、評価につながってくるそれがこう自信になってっていうでもそれがある時を過ぎるとそれが少なくなった時に「やばいやばいやばいもっともっともっと」っ,ってなってくるわけでしょうん。ん でやっぱりねその映えるっていうことがもうとても大事だって中で自分自身が映えている存在だと思ってたんだけども見た目が少しこう疲れてきてしまって自分自身がもう映える存在じゃないってなると結果自分自身もあのタピオカのドリンクみたいなことと同じっていうもう存在価値がないんだっていう,うんなんかこうねっ 本当に何でしょうねなんか僕はその見栄えがどうとかねそういうのは本当に自信がないからもともとそういうことでね何かっていう人間じゃないからそこにはないですけどただ、うん、やっぱりその見栄えだけじゃなくても肩書きとか、うん、着ている服とか、うん、なんかそういうなんか外を固めることで自分のねこう気持ちを満たして何かこうね えっていい方も多いじゃないですかそうですねなんか本当に一歩間違えたらっていうか、ま、自分もそうなってしまうんじゃないかなってあの特に分からないですけどうなんだろうそういうメイクとかにこだわっている人とか、まあ、女性でも男性でもなんかこう見た目とか気にしすぎるとやっぱり。 自分も愛梨ちゃんみたいになってしまう可能性もあるかもっていうのはなんとなくちょっと思ったりしちゃいますよねだからそういう上辺だけそういう見た目だけでっていうお付き合いをされてるこう仲間もまあ楽しいですけどでもそうじゃなくてその内側とかねその人の本当の人間的な良さを見てくれてるっていうね、うん、そういう仲間とか、うん、ご家族とかパートナーとかっていうね、うん、なんかこう。 存在がまたた、ね、できたりするとね何かまた変わっていけけたたりもすするんんででしょううどね、うん、そうですねそ、うん、なんかまたちょっと映えるっていうのとは違うかもしれないですけど最近ニュースになっていることもあるじゃないですかちょっと、ね、自,分の自分ではいたずらのつもりだったかもしれないけれども食べ物を粗末にしたりするあ動画みたいなのがちょっと広まってしまって結局自分に想像もしなかったような大きな、うん、あのまあ ね、いろんな人が見るわけですからうん、うん、か自分がすごくつらい思いをすることになるっていうことがあるのかな、えー、SNS って怖いなっていうふうに思いま,した思いますよね。<笑><笑> これ昔、まあ、ちょっと話出ちゃうかもしれないんですけど、全然階段じゃないんですけど、はい、昔ね、その手相をやり始めた頃に、やっぱりこう、どこに行っても手相見て手相見てってなってたんですよ。で、飲み会に行っても手相見てってことになってたんで、うんうん、ある一人の男性、仲良い友達が、周平、お前いつもさ、どこ行っても手相になっちゃうから、今回もう手相一切抜きで、その仲のいいさ、女性、あのー、二人とさ、もうニーニーでさ、あのー、ご飯食べようよ。もうその手,うん、うん、手相とか一切なしで、ただただ楽しくおしゃべりしようよって言われたんで、あ、うん、本当え別に手相とか見るけど、あ、いいからいいから、もう来て来て、なんて、うんうん 行ったらすっごいおしゃれなイタリアンなんですよ。<laughs> で来てた方がですねなんとそのモデルさんをやられてますみたいな2人組の方だったんですけど<ー>でこうまあご飯食べ始めたんですね。でなんかもう自分もねなんかその日はじゃあ出そうじゃないんだと思ったから普通に犬の話とか自分飼ってますとかね。 で、なんかいろいろこう話して盛り上がってるなと思ってますなんかもう盛り上がんなくって。はい。で、まあそのモデルさんたちは来るお料理、お酒とか店内とかもカシャ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 写真撮ってて。で、なんかもうなんだろうこう食べることよりもその写真撮る方に夢中になっちゃってて、なんかあ<ー>あ冷めていくしもったいないなとか、で、なんかこう角度がどうだとかって、なんかお話とか、せっかくこういるのに、こっちもそっちのけなんかその写真撮影の方ばっか夢中になってる感じだったんですね。で、まあそんなことがあって、 で、まあ、時間も結構深い時間になってきたときにですね、急にその人一人の女性の方が、バーって<え>テーブル叩いたんですよ。はい。ええ。えってびっくりするんじゃないですか。で、結構お店の中こう鳴り響くらいだったんで。え、どうしただ、だ、大丈夫って聞いたら、っていうかさ、いつになったら手相見てくれるんだよ。<laughs> <え>手相見てもらえるから来たのに全然見てくんないじゃん。関係ない話してって言われて。 <laughs> ええええええ,えって言って。<laughs> 怖っ。で、あ、あ、あ、えあ、ごめんなさい。あ、そういう今日お話で来ていただいてたんですかごめんなさい。あの僕今日なんかそういうのじゃないって聞いてたんです。すいません。あ、あ,あ、じゃあちょっと見させていただきますよ。うん、ちょっとじゃないよ。ちゃんと見てよ。えー、で、わってもう泣きそうになったんですけど、あってこうしっかりこう見て、で、次、こっちの方見て、って言った瞬間にすぐ帰ってられたんですね。もう手相見た瞬間に。えー、あ、えー、で、 何これみたいな話聞いたら、ごめん、まあちょっと手相ちょっとは、みたいな話実はいっぱいしちゃってたんだ、みたいな。もうそう言ったって言ってくれよ、みたいな。もうそんなのなんかもう変な感じになっちゃったじゃん、みたいな。俺泣きそうだったよ、<laughs> ずっと、みたいな話して。で、まあその後ですよね。で、そのまあ友達とまあその後飲みに行って、あでもそのあの二人ね、あのモデルさんとか行ってたから、なんか SNS やってるのかねなんて言って、パって見たらですね、そのお二人の、まあうちのその一人の方のその日の,あのインスタが、 デトックスデーっていうタイトルで、はい、今日は仲良しのモデルの何々と、えー、エステに行った後表参道でお買い物して最後はどこどこのおしゃれなレイタリアンでランあのディナーご飯とかめっちゃ、うん、すごくてキラキラしてて最高に潤される二人っきりのデトックスデーでしたみたいな <laughs> え島田さんはお会計全部俺ええ <laughs> ひどい怖っと思っ 怖いね嫌い嫌い <laughs>。嫌い嫌い本当だ嫌いだ嫌だなんか、えー、まあだから、あの、そうやって、なんかリア充じゃないけど、うんうん、なんかね、なんかこう、魅力ないなって思,思っちゃいましたね。なんか別に、うん、だから、もちろん女性だしね、そういう仕事してるから、はい、まあね、男性が映ったりしないようにするのは別にいいんだけど、なんか、で、うんね、なんか、 自分たちで頑張った今日は自分たちへのご褒美デーとか書いてあったからなんか、うん、そういうんかなんかそういうので写真撮ってそういうのであげて失礼ですよねちょっと、まあ、失礼っていうかそれで何の意味があるんだろうと思って、うん、あそれでああ素敵だなとか思う人がいるからあげてるのかもしれないですけど、うん、まあ綺麗な料理とかが出てきたらもうここぞとばかりにもうそれはネタとしても。 あげなきゃみたいな。まあ、んる,んね、あるんじゃないですか。てるんですよね。だから、あれもちょっとこう。<laughs> う<ん>病的なところありますよね。病的なとこ。ありますね。確かに。